本の渚百選を見つけたからのんびりしてるよ。のんびりしてる暇なんてあるんですか。本当は海辺で自販機うどんを食べる予定だったそうですから。ことごとく予定通りにならない動画ですね。僕にとってはただの拷問です。その分お昼ご飯は美味しくいただけるじゃないですか。もうちょいでお昼の時間になるね。昨日みたいな飯難民は嫌ですよ。水難事故多発ですって。泳がないでくださいよ。済んだもん。海よりも飯を食べましょう。貝をまたいでも見とれてしまうぐらい綺麗な海ですよね。そして青い空と綺麗な山と綺麗なトイレ。トイレ？あ、アンバサがありますよ。さすが北東北だね。懐かしい。お前らいい加減にしろよ。アンバサさんしばらく見ない間にだいぶ細くなったね。しかもアンバサとクーって一緒なの。お前クーだっけ。まあアンバサはまあゴールドのカルピスウォーターみたいなやつではあるんだけど、爽やかな炭酸は弱いんだけど、なんか独特の苦味っていうか渋みみたいなのが、酸味はあるんだよ。じゃあ出発しまーす。およそ1キロ先、左手前方向です。もうお腹が限界です。もう11時ですからね。アンバサ飲んだらちょっとお腹が膨れてきたよ。炭酸はお腹が膨れますね。私はこの綺麗な景色でお腹が膨れます。指導です。青いのには気をつけた方がいいですね。存在に扱ってましたが、いつ誰がずんだみたいにされるのか分かりませんからね。元の姿に戻りたいのだ。それは相当観光地にしてはちょっと怪しい道になってきましたね。ちょっと伊豆半島っぽくなってきましたね。半島に沿って進んでいる感じがたまりませんよね。どこでもいいので飯を補充したいです。美味しい海鮮丼まで我慢しましょうよ。多分どこで食べても美味しいだろうけどね。意外とこういうロードサイドのお店って入りづらいですよね。営業してるのかとかメニューとか分かりませんし、駐車場がどこかとか考えてる間に通り過ぎるよね。それがずんだなんですよ。全力で引き返してください。ただ意外とご飯屋さんなさそうですね。景色は綺麗だし予感が多いのはいいんだけど、観光地ってほどの賑やかさはないかな。めっちゃテンション上がってますけどね。およそ300メートル先、目的地付近です。目的地らしき雰囲気は一切ないんですが。昼食会場ですか。飯だ飯だ。残念ながら食べられそうなお店はなさそうですね。男鹿半島といえばここっていう観光地だよ。観光バスが止まってますね。駐車場らしき場所は工事中なんですね。ゴジラ岩って渦中のダイハツの CM でやってましたね。どれがゴジラ岩なんですか。すでに観光地って景色が広がってますけどね。ゴジラ岩っていう人セットだったような気がしますね。走っててゴジラ岩が見えてたような気がするんだけどな。あれは CM 上の演出ですから。ゴジラっぽくないイラストでゴジラ岩が描かれてますね。ゴジラ飯を食べましょう。あるのかな。東方との権利状態がどうなってるのかはよくわからないけどね。自然のものですし、そういうのは気にしちゃダメですよ。下まで車で降りられるらしいですよ。降りましょうよ。何回やな予感がするんだけどな。飯が遠のくんですね。まあしっかり観光したい気持ちもありますからね。みんな歩いて降りようよ。できる限り地面に足つけたくないんですよ。狭い。狭っ。どうにか難は逃れましたね。でも引き返さないといけないんですよ。ねえねえ、なんで降りろって言ったん。帰りは頑張ってくださいね。なんか Windows のログオン画面の背景にありそうだな。旅してるとそういう場面によく出会いますね。最近はパソコンの普及率が低下しているようですよ。誰もピンと来てなかったら悲しいですね。とりわけこの動画は分かりづらいのでお腹が空きます。めっちゃ人がいますが、みんなどこに車止めたんですかね。ヘリかな。ヘリだとしたら自衛隊が使うようなプロペラが2つあるやつですよ。一度乗ってみたいですよね。で、どれがゴジラ岩なんですか？岩だらけで現在地を見失いました。それにしても見事な玄武岩だね。これで体洗いたいですね。体傷だらけになりますよ。ちゃんとガイドさんの話を聞いて学びたいです。この年になるとちゃんと教えてくれる人がいるのって貴重で贅沢だなって思うよね。修学旅行とかないがしろにしてましたからね。バス旅行はお腹が空きます。バナナはおやつに入りますかって聞いてたつまらない子供ですよね。小学校の頃は教育委員会が厳しかったからおやつは持ち込み禁止だったし、理科の解剖は禁止だったよ。良くも悪くも変な時代でしたね。で、どれがゴジラ岩なんですか？これですかね。これはカエル岩だな。適当なことを言わないでください。牛ガエルは美味しいらしいので食べたいです。そういう肉って大体鶏肉みたいな味って言いますよね。海産物食べたいな。この海を見たらそうなりますよね。まあまあゴミだらけですけどね。海流のせいでゴミが漂着するのは仕方がないですよ。そんなにみんなゴミ捨てるんですかね。埼玉に住んでるとあんまりマイクロプラスチックの想像が湧かないんだよね。近くのドブ川に原付とか捨てられてるじゃないですか。昔ほどひどくはなくなりましたけどね。ドブ川と言えるほどのドブ川は減りましたかね。ドブ川というのは河川ハラスメントなのです。なんというか嫌すぎる時代ですね。いくら何でも多様性すぎません。テンションが上がるぐらいには海が綺麗だよ。ちょっと夜には広大すぎる場所ですよね。昼食の時にそういう場所に行きがちですよね。食べたらやる気が一気に低下しますからね。それでも飯は食べなければならないのです。で、ゴジラ岩はどれですか？すれ違う人も同じこと言ってたよ。あんまりゴジラじゃないんですかね。あった。ゴジラかどうかは置いといて動物の顔には見えますね。プレーリードッグじゃなくてホットドッグ食べたいです。どうやらこれがゴジラ岩らしいよ。なんかショック受けてる表情ですね。うわ、私の年収低すぎ。まあ自然のものですしね。天然物はよだれが止まりません。かじって形を変えないでくださいよ。そいつは歯が丈夫だね。昔学研の科学で読んだ当時の大食い選手は胃酸で歯がボロボロになるのでみんなそういればって書いてありましたよね。ちなみに今はゴジラ岩が正しいかどうかネットで検索してるんだとか。電波がほとんど入らないから難航してるよ。これが本当のデジタル難民。あれが多分ゴジラ岩。ゴジラ岩はこれか。はい。お父さんちょっと感覚が違うような。もっとゴジラ。何わろてんねん。今回はゴジラ岩で正しかったですが、違ったらどう責任を取るつもりですか？そしたらちゃんとアスファルトで舗装して地面にペンキで矢印でも書いておいておくれ。高度経済成長期の観光地かよ。さてさて昼食の場所まで行きましょうか。また狭い坂道を登らないといけないんですよね。すっかり忘れてたよ。対向車が来なければいいですけどね。来るんだろうな。やめておくれ。結構いい時間になっちゃったんで。音声案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。路盤がガタガタですね。降りなきゃよかったですね。誰だよ降りるのが面倒くさいって言ったのは。そうやってすぐ人のせいにして。あっつんださんがちょっとイラッとしてる。ピンチは最大の調味料なのです。この先カーブが連続します。それは間違いなく空腹ですよ。カーブがなんだってめっちゃセンサーが反応してますな。マヌーバーブレーキって本当に反応するんですかね。わざとこすりに行けばわかりますよ。嫌だよ。どうにか脱出できましたね。空腹の限界です。そういえば前回は次回飯って言ってましたね。別に次回って言っても次の回だとは限らないよ。あっずるい。呪ってやる。これ以上呪われたらどうなるんだろう。マップルに掲載されてそうなシャレオツな景色からは遠ざかってきてますが大丈夫ですか？長い道の先に素敵な飯御殿があるんですよ。道が狭くなってるのに自転車用の車線は維持されてますね。自転車に優しいのは分かったけど結構つらい傾斜だよ。ここを走る人はマルキン自転車じゃなくてロードバイクなんですよ。マルキン自転車ホイのホイのホイ。平成初期ぐらいまでは割とラジオで CM してましたね。まだあるんですかね。平成初期は一輪車のテレビ CM と変わりましたね。 OGK のやつね。なんか一輪車が一瞬だけ流行りましたよね。結構危険な乗り物ですよね。これだからインドアは運動するとお腹が空きます。健康的でいいじゃないですか。なんか景色が良さそうだからちょっと寄ろうか。お昼過ぎちゃいますよ。バタンキューレフぷよぷよでしか聞いたことないですよ。とても広大ですね。何ですかここは。道路工事の詰め所として使われてる感じだけどすごく広い駐車場だね。そしてさっきの雨が嘘みたいな青空ですね。まさに旅行日和です。山も綺麗ですが多分海側を見るための駐車場ですよ。菅井真澄の道ですって。 PL 学園しか出てきませんね。江戸時代に活躍した有名な旅行家だよ。江戸時代に旅行をするってパワーが違いますよね。このアーチみたいな岩を見るための場所のようです。スターフォックスに出てきそうなアーチだね。コーネリアナ確かに綺麗ですがいくらなんでも遠くないですか。集合写真が撮れるようになってますがこれ絶対に写りませんよね。 RPG だったらここを守るボスがいるよね。キーアイテムというよりは最強武器みたいなのを守ってるんですけどなぜ守ってるかは謎ですよね。それこそ望遠鏡が欲しいですね。まあおとなしく水平線を眺めましょうよ。水平線を見るとお腹が空きます。因果関係は分かりませんが確かにお腹は空いてます。景色の良いルートに入りました。景色の良いルートに入りました。随分と忙しいですね。ナビタイムさんは時におせっかいだよ。確かに景色はいいですけどね。 GoPro さんだと道と空しか映ってませんが指導です。機械は勘弁してあげましょうよ。下り坂だとまあまあ綺麗だよ。およそ1キロ先、道路損壊のため片側交互通行です。1キロ先だって言ってるのにすぐに信号機がありましたね。ウィリーに注意してくださいね。ウィリー空腹の限界なのに信号待ちなんて。でも信号は守らないとですからね。同じ青でも海と空でこんなに違うんだよね。その昔東芝のテレビで福山雅治がそんなこと言ってましたね。こういう信号ってハマるととんでもなく待ちますよね。まあ仕方がないですよ。指導です。いつも思うんだけど崩落に巻き込まれなくてよかったよね。確率はゼロではない以上これも恩なんですよね。撮れ高的には巻き込まれてほしいですけどね。それは衝撃映像になってしまいます。ジャッキー・チェンの映画みたいだね。あんまり崖が崩落したりってカースタントはないですけどね。カンフー映画はお腹が空きます。美味しそうに食べるか食べ物が飛び散るかどっちかですけどね。なぜか大晦日の夜にプロジェクト A とか見ちゃうよね。それはずんだだけだと思いますよ。それは相当ついに建物の気配すらなくなりましたが。飯はお預けですね。指導です。次回は間違いなく飯だから許しておくれ。まあさすがにそうでしょうけどね。崖から落ちてるかもしれませんけどね。今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。またね。